はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理都道府県を覚えよう丸4中部地方編をお送りします。で、いろいろねこうやってきました。何地方何地方って。で、前回関東地方やって、今度はね中部地方で、ちょっと多いです。ここはね9個ありますので、まあそれぞれね都道府県名、そして都道府県庁の所在地名をねいつも通り書いてみてください。まあできそうな子はねやってもらって、で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部書いていきますんで、見てもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。ほんじゃ、行きましょう。で、まぁ、前回同様、日本全体のどこかっていうのを確認しましょうかね。ちょっとまた使い回して申し訳ないですけど、こうやってあります。日本全体ね。で、今回4番のところ、つまりここです。で、前回やった関東地方がここなので、関東地方の左側、ここをやってると思っておいてください。いいかな？じゃあ1番から行きましょう。で、今言ったように関東地方の左側なんで、ここね、今回問題ではないけど、これ群馬県、埼玉県、東京都。いい？そうなってます。で、神奈川県ね。こうなってるところの横です。まず1番のこの場所から。で、そこの県名が青だよね。いいね。が、山に果物の梨で山梨県です。で、山梨県は違うんです。都道府県、県庁所在地がね、名前が。で、この漢字に府と書いて市、これで甲府市と言います。いいね。山梨県は甲府市です。山梨市って書かないようにね。で、山梨県の下、ここです。この赤のところが、静かって漢字に、丘。そして、県。これで、静岡県です。いいね、静岡県。で、静岡県は同じなんで、静岡市と覚えてください。で、今度静岡県の左側行きます。ここね、ここで3番。ここが、愛に、これで、よいしょ、愛知県です。愛知県。で、愛知県の市は結構間違いやすい、ここ。で、愛知県はですね、絶対聞いたことある、これ。愛知県は名古屋です。名古屋に市、名古屋市です。で、何間違いやすいかっていうと、名古屋県って書く子がいます、結構。これ前回の関東地方の横浜もそうなんだけど、神奈川県、県庁所在地、横浜市なのね。で、横浜って有名なんで、横浜県って書く子がいるんですけど、神奈川県の横浜市。で、名古屋も有名なんだけど、愛知県の名古屋市だからね。気をつけてね。で、次、愛知県の上、この4番のところ。ちょっと大きいですね。で、この場所が、ちょっと漢字がね、この漢字に、こう、いい。これに県。これで岐阜県と言います。岐阜県です。で、岐阜県は同じなんで、岐阜市と覚えてください。いいね。岐阜県、岐阜市です。で、ちょっと右に行きます。左側に移るね。岐阜の右の、ここ、大きいね。この県です。ここは、長いに、野原の野で、県で、長野県です。い？長野県。で、長野県も同じ。だから、長野市と覚えてください。で、次は、長野ちょっと上に上がっていきますね。今度。北に行って、この細長いここ。この6番のところが、ちょっと漢字難しいんで気をつけてね。一文字目はいいんだよ。これ、新しいです。で、三髄書いて、白に似てるんだけど、上2本くっつきません、ここ。で、一番下はくっつくの。で、こう書いて、ちょん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 です。見にくかったらね、教科書とか、ネットで検索してみてください。これ、新潟県と言います。新潟県。で、新潟県も同じ。新潟市です。いいね。新潟県、新潟市。で、そっから西に、ちょっと左に移りますね。新潟の隣、この7番の県が、
富に山です。で県で富山県と言います。いいね、富山県で、富山県も同じです。ありがたい、富山市です。いいね。で次また西に移って8番、ちょっと縦長ですね。ここ、こういう特徴的な形で、ここが石に川で県、まあそのまんまですね、石川県です。で石川県は違います。県庁所在地が石川県は金にこの沢って漢字で、市で金沢市と言います。金沢ね、金沢市です。で最後、そっからちょっとね南に降りて、この9番ちょっと切れちゃってるんですけど、この部分9番のところが福にいで、あ、ごめん、市って書いちゃった。これで福井県です。ごめんね、福井県で、福井県は同じなんで福井市になります。これが中部地方です。で、まあ今までの中でやってきた中では一番多いね、都道府県が、まあ、全部県か。で、中部に関してはこれはね、俺のイメージですけど、場所を間違いやすい。やっぱり、まあ、県が多いっていうのもあるんだけど、だから場所と名前をしっかりまず一致させてあげる。で、見てわかる通り、県庁所在地、名前が違うの3つだけなんで、甲府市、名古屋市、金沢市、ね、石川県と愛知県と山梨県、3つしかないので、まあ、そこだけ覚えてもらって、あとは場所をしっかり押さえれば取れるとこですので、ね、しっかり覚えてみてください。では、今回は社会の地理、都道府県を覚えよう丸4中部地方編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はまたね、西に移って今度近畿地方行きます。いいね、近畿地方。なので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。